こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日もあれですね、一時的に雨がすごい降ったり止んだり、非常にあれですね、まあ台風15号の影響ですかね。で、静岡の方はね、こうすごい一時的に雨が降って大変なようでございます。まあね、まあ日々ね、やっぱりこうどういう、まあ、心境っていうのか心情っていうのか、それでこうね、なんか生き生きとなんか、まあ生きがいっていうんですかね、まあそのためには、まあ、一番は健康だね、なんつっても。で、健康はね、いろいろまあね、食事とか睡眠とか運動とかもろもろありますけれども、まあ一つはこの気持ちの持ち方ですね。だから気持ちの持ち方、まあ人ね、それぞれ、まあ生まれつきの性格とかあるわけですけれども、まあやっぱりこのね、客観的にどういうその気持ちになったらなった方が、もろもろまあ一歩でも二歩でも前に進めるのかなっていう、ことですけれども、まああんまりあれだね、こう完璧を狙わないことだね。まあ完璧っていうのはね、まあ学校の試験だとかね、そういう時にはなんか80点よりは90点の方がいいでしょうけども、やっぱりこう世の中のね、こう人との関わりだから、まあ、世の中っていうのがこの生きていくっていうことですよね。だからやっぱりね、みんなそれぞれごめんなさい、立場も違うし、ね、考え方も違うし、生まれた環境も違うしね、だから絶対その一つの方向に、ね、一緒にやろうって言った時に、ね、頭で考えるのは、ね、一つの方向に行くんだけど、でも人間はね、頭だけじゃなくて一番大事なね、心の問題ってあるからね。だからこの心の問題をね、頭で考えたこの思考と心の整合性をね、どういうふうにバランス取るかっていうことがとっても大事なのかなっていう、これは私自身のね、個人的なことでもありますけれども、やっぱりこうね、心の問題として、そのあんまりその完璧を目指さないことだね。その目的を持ってね、進むってことはいいんだろうけど、じゃあ進むためにはね、その完璧な状態にした方が進むかっていうと、物事は一人だけでやるわけじゃないからね、やっぱり自分が完璧を目指してそれを実現しようとすると、まあある意味でそのある人に対してはご両親になっていくわけだよね。それがと自分では完璧な、これだけやって完璧にやってるのになんでとなるけど、それはなんでじゃなくてね、その人それぞれ違うわけだから、相手のね気持ちをやっぱり察した上でなんでって言うんだったら分かるんだけど、ただ自分のことだけでね、なんでって言っても始まんないよね。だからやっぱり物事はね、なんか7、8割の状態がベストなのかな。だから2、3割はね、どうなんだろうな、分かんないなとか、ね、いろいろと疑問が持ったりするけども、まあ7割くらいなところで、まあアクセルを踏んでいくっていうのが、まあ一番いいのかなと思ったりしますよね。やっぱりね、じゃあそういうね、一つの心の状態にするためには、どうしたらいいかって、これはみんなそれぞれね、人それぞれなんだろうけど、まあ、基本、根本っていうの？それはその自然との調和だよね。なんつったってね、こう酸素をいただきながら生かされてるわけですから、ね、自然との調和を、自分の体調と自然との調和をね、どう感じるかだよね。だから
なんかね、そういう、季節感だとかね、日々の気温だとか風の具合だとか、それからね、そういう山がいいとか海がいいとかね、いろいろあるわけだけども、そういうこう自然との調和をね、どういうふうに自分が感じるかっていう、そこが一番大事じゃないかなと思いますね。まあちょっとね、この話をするとどこまで行ってもなかなかね、話が終わらないんで、まあとりあえずそんなことで、今日は終わりだと思います。ありがとうございます。